日本東京都北区赤羽北赤羽北は東京都北区の町名。現行行政地名は赤羽北1丁目から赤羽北3丁目。住居表示実施済み区域。郵便番号は1 1ゼ5 0 0 5 2東京都北区の北西部、埼玉県との境に位置する。町域北部を荒川と新河岸側が流れ。 赤羽北一丁目の一部区域は、両河川に挟まれた河川敷となり、市街地から隠されている。町域の北は、荒川を挟んで、埼玉県川口市荒川町、北西は浮間、東は赤羽、南東は赤羽台、南西は霧気急、西は板橋区あずさわに、それぞれ接する。北区北部を東西に流れる新河子川の南岸に、 沿って東西に長い町域を持つが、一丁目の一部は、新菓子川以北にまたがり、東京都埼玉県境の荒川と接する。町域中央を東西に、東京都道三百十一号環状八号線が走り、それと交差して南北に埼京線の線路が走る。赤羽北は、新菓子川菓子団急の団丘崖上にまたがるため、町域内における南北の地理的高低差が、 大きいのが特徴である。住宅地の地下は2015年1月1日の工事地下によれば赤羽北にの3の12の地点で35万円平方メートルとなっている。この一帯はかつては袋という地名の一部であった。袋村は1871年11月に浦和県から東京府に編入された。1889年に岩淵町が成立し、 北豊島郡岸淵町大麻袋を軸、袋町北区袋町の各一部を経て、住居表示施行時に、袋町の一部が赤羽北一の三丁目とされる。赤羽の北方にあることから、赤羽北と命名された。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。